あ、なんかめっちゃいい人だ、うん、すいませんって感じ。今回私たちは初めての車中泊ということで、こちら奈良にある RV パーク平城京須田駒広場にやってきました。電気利用料金は1時間100円、24時間利用可能ですので家電も使うことができます。説明があって、裏側には休憩スペースがあり、自動販売機や場内の案内板があります。今ここやから、うん、そして気になるお手洗いは24時間利用可能で、駐車場のすぐ裏側にあります。うわ、めっちゃ綺麗で、いや、めっちゃ綺麗だわ。ウォシュレット付きの綺麗なトイレに温水の出る洗面台も完備です。じゃあこの世界遺産の中を散歩しましょう。ではメイとアリスも一緒にいろんな施設を見て回りましょう。須田駒も平城京の正門に行ってあります。この日はイベントが開催されていて、キッチンカーなどが出展されていました。検討支線は中に入って見学することもできます。ここでは地元で採れた野菜やお土産、奈良のお酒を買うことができます。なんやそれ言っとく。それでは初めての車中泊、そろそろ準備に取り掛かりましょう。アリスが待ってる。アリス、このトイレがすぐ後ろっていうのがいいよね。イライラしてんの。いつもとちゃうから。ビニール食べる？あ、ちょっと欲しい。かじったらいい。うん、秋の葉寿司のヤマトで買ってきた。あ、食べちゃう。どう？ということでお風呂行きましょう。歩いて7、8分したね。自転車もあるけど、レンタル、うん、30分150円だったから、こっから7分で着くって言ってたから、まあ、借りるまでもないかなって感じだな。歩いていけるわ。ここにシャワールームがあるそうなんですが、工事で使えませんでした。お風呂はすぐ近くにカンポの宿がありますので、そちらを使わせていただきます。 RV パークを使ってるとここでお風呂をいただくことができますと、事前にね電話しといてください。RV パーク利用者であれば事前に連絡すると1人650円で利用することができます。気持ちよかった。寒くないね。あったかいわ、というか暑いわ。それではいよいよ初めての車中泊スタートです。
じゃあちょっとアリスに邪魔されつつもビールを開けまして、おめでとうございます。はい、冷えてるぞ。これこれめっちゃ冷えてる。うん、乾杯。これあれやんな、あのその時に作ってくれるの、うん、めっちゃなんか豪華じゃない。作るから少々お待ちください言われて、じゃーん、おお、豪華、美味しそう、うん、柿の葉寿司大和で買ってきました。うん、もうちょっといける？うん、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 おいしい、うん、うまい。あ、葉っぱごと食べるのかな？違うやろ。どんな感じですか？こんな感じです。おお、美味しそうね、ギュッてなってる。うん、いや、もうこれ一気にいっちゃう。奈良の名物、柿の葉寿司です、うん、はい。うん、美味しい。結構味しっかりついてるんじゃない？めちゃめちゃ美味しい。うん、有名やもんな。うん、おー、すごいねこれ。酒マスター。おー、めっちゃいい匂いする。木の吉野杉樽酒、香り香りすぎます。やっぱりそういう名前だったよね。ですかね。じゃあ、はい、いただいてみましょう。はい、乾杯。寝る前の。いいねこれ。あ、うまい。めっちゃうまい。うん。うん、こんななんかおろしたてのマスで飲んだの初めてか。うん。某生姜。これあの柿の葉寿司のお店で買ってきた棒生姜がね、硬くて美味しい、うん、ゆっくりと飲みながらぼちぼち寝ていきましょう。それではまた明日。じゃあ最後散歩しましょう。もうすぐしたらね、カフェとかも開くと思うんやけど。大阪から下道で来ても1時間半ぐらいかな。で、この景色。あ、そうなんや。あ、じゃあここの使ってたらよかった。何やったっけ、売店のイラカコーヒー、イラカコーヒー、うん、で買ってきて、これなんかお土産買ったら20%オフの券くれた、うん、ね、安なんだよな、うん、まあ当然ね。じゃあこれ飲んで帰りましょうか。はい、乾杯。また疲れ様でした。疲れ様。まあ課題がね残ったけど次回つながるね。電気は使わなあかんのと、アリスとメイちゃんを乗せたまま調理は難しいのと、フリー Wi-Fi があるのを気づかへんかったことと、エアベッドがへこんだね。それは最大やな。エアベッドがぺったんこなったのもほんまにこう痩せた。痩せた、大事のせいかもしれない。RV パーク平城京朱雀門広場は設備が整っていて安心して宿泊することができる初心者にはおすすめのスポットでした。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。バイバイじゃん。グッバイ。よいしょ。
間ごとよ。変わるんや。怖いわけじゃない。すげえな。